早朝の能登里山空港。ここで錦七さんがご家族と一緒に能登町松並の酒蔵兼自宅の片付けに行くと聞いて待ち合わせをしました。今は家族7人で金沢のみなし仮設住宅に二次避難をしています。ここからは錦七さんの車に同乗させてもらいました。で、道路今こんな綺麗になってますけど、これでも綺麗ねんけど、最初の時はものすごい亀裂入ってて、それを10キロ以下でこう斜めにこうジグザグ走行しないとタイヤが切れますって言われて、これでもそのままですよ。これ普通に道路にこう出てても、あの多分持ち主家主さんが言わないとダメなんで、ここはい松並ってなってますけど、電柱とか斜めやけど、もうこの風景がもう当たり前すぎて。金沢を出て4時間後、能登町の松並酒造に着きました。地震から3ヶ月が経ったのがこの状態です。こっち、あの祖母の部屋で、ここから出たんですよ、おばあちゃんは。この中にいらっしゃったんですか？そうそう、いた。で、ここからで本当のお茶の道具、お茶飲んでましたみたいな、このまんまなんですけど、まだね、やかんとお湯飲みと残って、ここの絵、落ちとる男の間あったけど、で、あそこ買ったばっかりの冷蔵庫と冷凍室とあるねんけど、あれもう中身少しだけ出したけど、あれもそのままもう新しいんですよ。で、どんどんこう壁とか最初より壊れて、ここはもう2階は上がれないんで、屋根から2階から入って、あの帳面とかお酒にまつわる帳面出したり、で、ここにあの実はあの酒米が置いてあって、で、ここ潰れてない、まさかのここ一番潰れると思ってたら、だから、まあ、補強してあったおかげか潰れんくて、ここに酒米約1トンと、ここに軽トラがあって、ほんで逃げれたっていう。で、ここにあの12月にできた新酒を置いてあったんで、ドロドロになってるのは壁が崩れて、もう壁がくっついとって。そういう状況で助けに来てくれたのが、沖縄に本部を持つ災害 NGO ユイのボランティアスタッフ。かろうじて生き残った酒米と出荷直前のお酒を救出してくれました。さらにこのタンク、ここにあるタンク、こうってある、こう4本を、あのホースとポンプ持ってきて、あの開発指導の社長さんとか自ら来てもらって、中身出したんです。中身は無事だった。無事やったんです。その下越酒造というのが小松市にある老舗の酒蔵です。救出した酒米と出荷前のお酒およそ3700本を空いていた倉庫に運び入れて、今期は共同醸造しようと手を差し伸べてくれました。嬉しいですね。能登の仲間多いんでね、あのみんなにも連絡しましたね。使ってたあの町野さんの百万石の城っていう酒米、いい米だなと思って、ちょっと、まあ、我々酒造業界だけじゃなくてね、あの農家さんから渡されてるバトンなんで、あのなんていうか、しっかり作らなきゃなっていうのですね。はい、すごいよね、いい香りだね、すごい綺麗やしね、まだ全然発酵途中です。どう？はじけとるね。はじけてるね。フレッシュ。やっぱ美味しい。出荷を目前にした新酒の名前とラベルデザインが決まりました。もっとすごい小さい。ちっちゃいしてます。新しく作ったお酒っていうのをネオにしようか。デパーチャーズにしようかってなってんけど、最終的にはゴーになりました。あの今あるこの状況にすごく合ってるなっていう感じが、いい感じがいっぱい出てきたんで、そういう思いを込めてゴー。今少しずつね、前向きに歩み進めてますけど、はい、この3ヶ月振り返ってみてどうですか？なんかあの最初の1月は翌日のことすら見えなかったんですよ。で、その次は1週間後ぐらいまでは分からんって感じだったけど、今は1ヶ月後でも少しあの
ちゃんとした計画っていうか、こういうお酒のイベント出ませんかとか、こういうあの取材やったけど広報はこの時されますとか、うん、あのちょっと動いてるための先が見えるからいいなと思ってて、ただあのまだ、ね、この通りなんで、片付けるとか立て直すとかそういうのは言葉で言うのは簡単やけど、実際足運んでやるまではまだわからないので、まあ、柔軟に対応していくしかないなと思ってます。うん、今年はあのいろんな酒造さん の、ね、はい、あの協力もあって、うんうん、はい、お酒出すことできましたけども、はい、来年はどうしようかなっていう、うん、まずお米を作っている農家さんの状態をまだ全然知らないっていうのが一つと、うん、だから来年の酒造りというより今後10年後までに酒造りがどういうふうにできるのかっていうのをちょっと協力しながら、新しい形っていうかどんなことがあるのかっていうのを模索したい。では最後に、はい、金七さんは今何中ですか？はい、再起動中です。おうん、再起動中、少しずつ歩みを進めていければなっていうところですね。そうですね、少しずつなんで長くお付き合いください。